はい、カバーチューコロカッパ園長です。じゃあこの動画ではね、まあもう今日このチャンネルの動画全部まあ一つの同じ共通のテーマなんですけども、日本人のまあメダリスト、まあ体操の橋本選手とか、あとまあ卓球のね伊藤美誠選手、それと水谷選手ですよね。この3名のこの中国からの、まあ中国だけじゃないんですけどもね。日本国内からもあるんですけども、誹謗中傷がね、もうひどすぎるんですよね。なんでこんなことになるのかなと。ね、正々堂々と試合をしたその結果じゃなかったんですかと。どうも中国の人たちは特にその辺がね、一般の、いや、実際に対戦したね、この対戦相手の選手がっていうことは、まず、これっぽっちもないんですよ。全然こう一般の中国の人たちがね、ネット上でわちゃわちゃやるんですよね。で、まず最初はこの動画ではね、この体操ですけども、まあ日本代表のね、この橋本選手がね、東京五輪のこの男子体操の個人総合でね、逆転で金メダル獲得したじゃないですか。まあ納得いかないらしく、ね、まあ中国の人たちがね、やれ審判買収だ、なんだかんだって大騒ぎなんですよね。で、まあ中国のネット上ではこの審判の採点への疑問が噴出していてね、ただ敗れた選手本人は全然冷静なんですよ。で、橋本選手5種目目の平行棒で 15.300 をマークして3位に浮上すると、最終種目鉄棒で 24.933 を獲得、合計 88.465 で金メダルを獲得と。で、首位を争っていた中国の、シャオ・ルオテン選手が鉄棒で 14.066 に終わり、合計 88.065 で銀メダルだったんですよね。で、これに対して一般の中国の人たちがこの審判の採点に対する不満が爆発していると。で、中国版ツイッターのこのウェイボーのランキングでは体操の審判などの関連ワードが次々上位にランクインしてるんですよね。だから具体的に何を言ってるかというと、審判はどこ見てたんだとか、日本選手、だから橋本選手はね、跳馬でね、ラインオーバーしたのに高得点だったじゃないか。まあ、これはもう一個のチャンネルの方でね、詳しく見たと思いますけども。あと、不満の声が続出していて、であと中国チームの関係者から、シャオ・ルオテンは演技後に審判に挨拶しなかったため 0.3 点引かれたと説明があったことについても、なるほど、審判のお母様にご挨拶申し上げなかったから負けたのかと、中国選手がね。で、挨拶なしで 0.3 点減点、ラインオーバーでは減点なし、これ減点ありましたからね、日本は随分いい審判見つけてきたもんだな、などと皮肉る声が相次いでいたと。で、一方、中国のスポーツメディア中国体育によると、このシャオ・ルオテン選手は試合後にたとえ 0.3 点が加点されたとしても銀メダルだったと冷静な見方を示して、で、私も金メダルを取りたかったが残念ながら金メダルは一つしかない、今日、私は実力以上のものを発揮した、パフォーマンスには満足していると語っていたと。選手本人はこういうリアクションなんですよね。で、また試合終了後には金メダルのこの橋本選手に対して、声をかけて祝福していたんですよ。だからこの周りで見てる全然関係ねえ一般の中国の人たちが、そもそもこうやって実際にね、しのぎを削ってメダルを争ってね、競い合っていたこの、日本の橋本選手でしょ。で、この中国の選手、あとロシアの選手もですよね。3人はね、試合終了後にこのお互いにね、健闘を称え合っていましたよね。そういったことすらも怪我してることに気がついてないんですよね、一般の中国の人たちはね。まあ多分そこまで考えてないんじゃないですか。ね。ただなんか日本が勝ったのが面白くないみたいな。ね、ただそれだけだと思いますよね。で、しかもね、この橋本選手のね、今インスタ、SNS のこのインスタグラムがね、めちゃめちゃ中国人から荒らされてるんですよね。ひどいっすよね。よくこんなことができますよね。いやー、なんだろうな。だってね、着地決まった瞬間、選手たちがね、ああ、やられたって。だからもう、中国の選手もロシアの選手もね、要はこの橋本選手の優勝金メダルをね、要はもう認めてたわけですよね、その段階で。ああ、やられたなと。
なのにね、周りのね全然関係ない一般のただ見てるだけの中国の人たちがね、うん、ああでもねこうでもね文句垂れてるわけですよ。うん、日本だとこんなの考えられないですよね。うん、ってことは何だろう、次の、ね、冬は中国に有利なジャッジが増えるってことなのかな。うん、あまり審判批判とかしない方がいいんじゃないの。だって冬は特に採点競技が多いんですからね、全部跳ね返ってきますよ自分たちに。うん、だ結局ね、うん、この中国もそうだしあの国もそうですけども、自分たちがやってるからね他の国も日本も当然やってるはずだっていう発想が多すぎますよね。うん、特に中国とあの国はそうなんですよね。うん、だから結局これも僕もこういうことあんま言いたくないですけど、やっぱりなんていうのかな、この常識というかモラルというか人間性というか民族性というか、まあ民度っつったらわかりますかね、あそんなもんなんだなとしかね思えませんよね。うん、まあだからね、うん、言ってみれば試合がね、競技が終了してからがまあ本番だっていう捉え方、中国とかあの国なんかは、で相手選手とかね審判団への嫌がらせメールをしまくるしね、世界中に反則ハッシュタグばらまくし、うん、ね、だからもうなんかホワイトハウスにも陳情してでも結果を覆してやるとかね、そんなこと本気で考えてるんですよね。うん、ね、選手たちはね、うん、ね、だって鉄棒を見て、ね、納得した、ね、そういう表情ですよね。で、実際ね、橋本選手、ね、この競技終了後には称えてるわけですからね。うん、まあ、いいんじゃないですか。うん、まあ、こういうね、うん、中国とかあの国の人たちの、一般のね、人たちの、こういう態度、発言だったり、行動だったりって、全部自分たちに後で返ってくるんで、うん。でね、逆にこれはあえてね、言わない方がいいかもしれないですけど、この試合をね、一通りこうやって見た感想ですけどね、逆に橋本選手の方がね、なんか不可解な採点ありませんでしたっけ？あの、釣りは？うん。ね、特にミスなかったと思うんですけど、ね、技の、なんかこう、技、あ、なんで、技術点みたいな、そういうポイントが認定されずにね、13点台でしたよね。うん、あっちの方が不可解でしたけども。てっきり中国人審判が難癖つけたのかなってそこを疑いましたけどもね、普通に15点超えだったと思ったんですけどもね。うん。まあ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 、ね、それ言っちゃもうしょうがないんでね。うん。ねえ、なんだろうな、うん、まあ最近じゃないですけど、もう結構前からですけどね、なんか本当あの国の人たちみたいな言いがかりばっかですよね。特にこのオリンピックのこの中国からのね、うん、あの国の人並みのね言いがかりをつけてきてますよね。うん、むしろこの体操ね、これ最後このロシアに抜かれなかっただけマシだと思った方がいいんじゃないですかね。えだってどう見ても最後ね、この鉄棒ロシアの方がね明らかに点数上だったんじゃないのこれ。うん、まあなんかあの国の人たちと中国の人たちの見分けがつかなくなってきましたね。うん、まあ悔しいのっていうのはわかるんですけどもね。うん、だって今までこの体操は特に採点でね、うん、審判のね、なんていうのかな、この偏った判定で恩恵を受けてきたのは中国の方でしょ？うん。まあ、選手たちはね、冷静で大人だと思いますよ。うん。だから選手同士は次のオリンピックでもまたしのぎを削るいい勝負を見せていただきたいと思いますけど。ね、実際普段からこの体操で露骨に異常な加点がされていてね、勝ってこれたのは中国じゃないですか。その中国が何言ってんだって話ですよね。だって点数見る限り審判が救えないぐらいミスしまくってただけでしょ、今回は。だから日本とね、中国が同レベルの演技をしたらね、中国が露骨に加点されてね、なぜか日本には謎の減点が入るのが体操競技の採点だったでしょ、今までの。ね、この辺は今もあんまり変わってないんじゃないの？うん。それでもごまかし効かないぐらいの出来栄えだったっていう、ただそれだけの話なんじゃないんですか？うん。まあ、選手は冷静に判断してるだけに、この一般のね、中国の人たちのこのなんか常軌を逸した動き、うん。まあ、残念というか、そういう意味で選手には気の毒ですよね。うん。もう、この二つはさ、すべてのスポーツ、ね、すべての国際大会からね、うん、退場していただくしかないんじゃないのかな。ね。うん、気分悪いじゃないですか、普通に。うん、試合終わってから特に、ね、ありえないでしょ普通にね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。